韓国の防衛白書が公開されましたね。やはりというか、日本を格下げして周辺国としたことに、日本はもちろん、アメリカも反応しています。今後の日本政府は、韓国の扱いを検討していくべきだという国民の意見も考慮していった方が、得策と思われますね。ここで気になるのが、韓国の F-35A ステルス戦闘機購入が、果たしてどうなるのかということです。アメリカの同盟国としての立場としては、心配なところなのですが。しかし、韓国は案外動揺していないようです。ということは、韓国は、中国のスパイとして動いているという邪推が的を射ているのかも、知れないという推測も出てくるのです。本当のところはどうなのでしょうか？では、気になる韓国 F-35A 戦闘機の実情について見ていくことにしましょう。2019年、平成31年3月、韓国にアメリカから F-35A ステルス戦闘機の最初の機体が到着しました。これは、日本の航空自衛隊と同時期にアメリカから購入を決定していたものです。韓国には同年末までに合計13機が納入される予定になっているそうです。その後、翌年2020年に13機、翌々年2021年に14機がアメリカから引き渡される予定と言われます。韓国は3年間で計40機を購入すると予定で、スケジュールは順調に進んでいるということでしょう。さて、我が国はどうでしょう。F-35 ステルス戦闘機には多種類ありますが、A 型および B 型の2タイプの購入が決まっています。購入予定数は147機ということなので、比較すると、韓国の40機というのは意外と少ないのではと感じられます。納税者としては一番気になる購入価格ですが、日本では2023年までに購入する F-35A B ステルス戦闘機の平均単価は約116億円と報じられています。しかし、韓国は日本の購入価格より安く買うという契約を結んでいると見られるのです。じゃあ、アメリカは日本に高く売りつけたんじゃないかと思ってしまいますよね。しかし、購入価格の差にはきちんとしたとした理由があるのだそうです。日本への価格が高い理由は契約内容のせいです。F-35 ステルス戦闘機の一部の技術移転、機体の最終的組み立て、メンテナンス用整備までが含まれた契約内容になっているからです。そして、韓国がアメリカと結んだ契約には、上記の内容は含まれていません。技術を伝えてもらうこともなく、簡単に言えば、アメリカで作った機体を韓国は購入するだけということなのです。アメリカとの契約で一番危惧されるのが、メンテナンスだと思われるのです。韓国政府は、メンテナンスの範囲については、交渉の余地があると、アメリカにはほのめかしているようですが、気を持たせているのかとも感じてしまいますね。アメリカとしては、日本に作る整備場を韓国も活用する形で持っていきたいというのが本音でしょう。けれど、当の韓国はどうでしょうね。ことがあれば、すぐさま、歴史的見解の相違などを言い立て、徴用工問題とか、国内の裁判所に訴える韓国が、大切な自分たちの戦闘機を、日本の施設でメンテナンスするなんて、あり得るでしょうか。考えられませんよね。万が一にもそんなことをしたら、政権が吹っ飛びかねないと思います。とはいえ、アメリカの考えは違うようですよ。2019年9月、韓国との契約にあたって、
韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機のメンテナンスは、日本の整備拠点で行うべしという指示を出していると聞きます。当然ながら、アメリカの指示を韓国は受け入れたくないでしょう。だからこそ、韓国内に整備拠点を建造するという動きを見せているのです。この決着がつくのには、かなりの時間がかかりそうですね。韓国とアメリカとの契約ですが、もともと、韓国の F-35A ステルス戦闘機は、日本あるいはオーストラリアの整備拠点で、メンテナンスを行うことと義務付けられていました。今さら、この義務をめぐって揉めているというのは、なんだかなと思ってしまいます。どうして、アメリカは、こうした条件を契約に含めているのでしょう？第一に、F-35 のメンテナンスまで、すべて含んだ契約を結んでいる、日本やオーストラリアへの配慮が挙げられます。つまり、日本やオーストラリアの購入価格が高いのは、様々なオプション付けという理由があるからです。それなのに、後から購入予定の韓国には、オプションなしというのは不公平だろうというわけです。第二には、コストの効率的分配を考えた戦略のためと推測されています。韓国空軍の購入数は、マックス60機前後程度と思われますが、仮に、アメリカが、韓国内へ、整備拠点建設を許可したとしても、1機あたりの整備経費は、逆に、かなりの増額になると、予想されるのです。また、韓国といえば、インドネシアとの共同開発とされる国産 KF-X 戦闘機開発計画の問題があります。この KF-X は、4.5 世代と呼ばれる戦闘機で、当然ステルス性も兼ね備えていると思われます。世界の注目を集める機体の一つとも言われるようです。この開発計画は、2001年という、平成13年、かなり前に韓国空軍士官学校卒業式で、当時の金大中大統領が発表したものです。それから、20年近い時を経て、2019年、令和元年10月、ソウルで開催された航空宇宙防衛展で、KF-X 戦闘機の原寸大の模型が、初めて、公の場に披露されました。韓国は、華やかな式典で、デモンストレーションを行って、ご満悦だったようですが。しかし、共同で開発を行うはずの、インドネシアの態度に、おかしいところが出てきました。というのは、開発について、積極的というより、後退しつつあるように感じられるのです。理由としては、同月末、インドネシア空軍の高官の発言です。アメリカの F-16 戦闘機の最新型 V 型ブロック70を購入する予定があると、表明したのですが、これによって、インドネシアの意図が明白になったのですね。もともと、インドネシアは、経済悪化を理由として、韓国と共同事業の KF-X 戦闘機開発の分担金すら払えなかったようです。なのに、アメリカから F-16V 戦闘機を購入できるんでしょうか。他人事ながら心配してしまいますね。さて、韓国の KF-X 戦闘機です。120機すべてを購入するのに、必要な経費は1機あたり約140億円とも言われていて、費用対効果を考えると、不経済な金額と思われます。この単価ですが、インドネシア空軍が希望している F-16V 戦闘機32機を新規に購入した台湾の単価は約128億円と言いますから、それ以上です。高いですね。最新の第5世代戦闘機 F-35A ステルス戦闘機をアメリカ本国で調達した場合、1機あたり価格は約84億円まで下ったそうです。
KF-X 戦闘機の優位性はほとんどなくなったと言えるのではないでしょうか。仮に韓国が KF-X 戦闘機を当初の開発費単独で追加費用なしで120機作ったとしても、1機あたり単価が計算では約76億円になりますから、4.5 世代機に見合う金額とは言えないでしょう。ただし、インドネシアの目指している方向にも少なからず問題はありそうです。それは東ティモール問題です。1976年、昭和51年から続いていたインドネシアの東ティモール支配は、2002年、平成14年の独立をもって終了しました。しかし、その後も混乱や紛争がたびたび起こり、世界からはインドネシアへ厳しい視線が注がれていました。その結果、インドネシアと西側諸国との間には溝が生じたのですが、その経緯を考えた上で、アメリカが本当に F-16V 戦闘機を売却するのだろうかという疑問もあります。ということで、多少の希望は韓国にもあるようですが、肝心の KF-X 戦闘機に根本的な問題があるといいます。それは、戦闘機のコアともいえる機関部を韓国内で生産できないということです。兵装についても、同様にアメリカやヨーロッパ企業に依存しなければならない状況です。韓国にとっては、非常に悔しいことでしょうが、致し方ないということになりましょうか。しかし、この状況は他人事ではありません。日本が戦闘機開発について直面する同じ問題なのです。ということは、一国のみの戦闘機開発などは、アメリカ、ロシア、中国などの軍事大国でしか行えないことかもしれません。